ある時、古いポラロイドカメラを買ったんです。私の町には駅の忘れ物とか質流れ品とかの遺失物を売るお店っていうのがあるんです。中には夜逃げの後の家財道具なんかもあるみたいだけど、それは何の変哲もない普通のカメラでした。特に欲しかったわけじゃなかったんですけど、あまりに安くて買っちゃったんです。そしたら中にまだ何枚かフィルムが残ってたんですね。今考えれば変だったんですけど、その時はラッキーと思って友達や夫を撮影したんです。そしたら夫を撮影した写真に気味の悪い影が。そのカメラは二度と使っていません。今すごい不安です。というのは私、来月出産予定なんです。